サムラジクのことです。今日はですね、今久慈浜海岸に来てます。今日は穏やかな波ですね。今日はサイズっていうこともあって結構、車が止まってます。今日はですね、雑用のね、人して、DVD 焼いたりですね、オリジナル教材のね、コピーをやったり、掃除をやったりですね、そういったことを、やってます。パソコンをね、ちょっといじくって、コピーをね、やるんですけどね、ちょっと止まっちゃいましたね、途中でね。つうか、いつも止まっちゃうんですけど、原因不明でね、結構時間かかっちゃうんですけどね。そういった時に、フラストレーションがね、溜まっていますから、どんどんね、ちょっと外に出てね、海を見ながら、ちょっとね、ボケーとすると、ね、いうことを今やってますね。パソコンをね、うまくね、操作できればいいんですけどね、ちょっとなかなかね、止まっちゃうんで、いつも、ね、ちょっとね、声でね、指示通りね、動いてくれれば楽だなと思うんですけどね。そうはなかなかいかないですよね。しょうがないですね、これはね、パソコン弱者ということでね、パソコンと格闘を今日はしてます。はい、で昨日ですね、中小企業家同友会の、日立支部の幹事会というところに行ってきましてね、久しぶりでした。2ヶ月ぶりですかね。ちょっと期限定でね、なかなか行けなかったもんですからね、昨日は久しぶりの参加と、ね、いうことになりました。幹事会2時間、仲間づくりの、話で、かなり盛り上がってですね、どういうふうにして、仲間づくりをしていくかっていうね、ことで盛り上がってたんですけどね、結局ね、同友会がこういいと、ね、いうそこの部分をですね、いかに日常的に自分で意識として持ってるかと、ね、いうのが、僕はですね、大事かなというふうに感じましたね。だから僕自身がね、同友会に入ったというきっかけは、菅谷さんですからね、菅谷さんの動画を見て、こういう方もね、こういうすごい方もね、同友会にいらっしゃるんだとね、いうことでね、茅野さんの主催のセミナーにね、トップバッターとして、菅谷さんがお話しされた動画を見てですね、ユーストリームの動画を見て、僕は入ろうというふうに決めましたんでね。そこのセミナーには木村浩一さんもね、戦略社長塾の、メンバーである木村浩一さんもね、講演家として、参加されてたんですけどね、その動画を見ましてね、僕は入ったんで、ね、だからやっぱり、ソーシャルメディアですね、YouTube、ユースト、こちらの動画、ね、どういう会社にいて何をやってる組織なんやとね、いうのをどんどんね、オープンにして、動画を撮影して、それをね、アップしていくのが一番、やりやすいというかね、そういったやり方じゃないかなっていうふうに僕は思ってね、帰りの、デニーズでのね、懇親会、ではね、ちょっと話をしたらね、なんでそれを会議の時に言わへんかったんだってね、言われましてね、そうか、こういうのを別にええのかなと、ね、いうことでね、動画作戦ですね、それで、同友会のね、中身というかね、何をやってんだっていうね、組織ですね、それをオープンにして、入りたい人はね、ぜひ、一回来ていただいてね、生のね、ライブの、同友会の例会とか、いろいろありますからね、それを見ていただいてね、で気に入ったら、そのまま入っていただくと、ね、気になかったら、そのまま入らないと、ね、いう形がいいんじゃないかなと、ね、いうふうに、僕個人は思ってるんですけどね、無理にね、そんなガッガッガとね、増やしたところでね、組織がでかくなったらね、硬直化しますんでね、必ずね。だから、機動性の、ね、ある組織単位でね、僕はやればいいかなというふうには思ってますけどね。その最小単位がね、僕が今やっている武田先生の DVD をね、教材を見て、本格的な経営戦略を学ぶと。そういったね、社長塾と、ね、いうことでやってますけどね、最小単位ですね。2人、3人ぐらいの単位でやってますからね、あれはね。だからやっぱり、そういったね、いろんな組織ありますけどね、経営の勉強にはね、
やっぱりあんまりでかすぎてもね、あかんし、まあ、あんまり小さすぎてもね、あかんしということで、まあ、ちょうどいい組織のね、数っていうのが大体ありますんでね、まあ、簿記講義とかやってる時もね、もう20人超えたらもう面倒見切れませんからね、全くね。だからまあそのぐらいのね、20人弱ぐらいのね、組織というのが、まあ一つの単位として、まあええんちゃうかとかね、まあいうふうに、まあ僕自身は思ってるんですけどね。ということでね、まあ集め方としてはね、まあ YouTube、ユーストですね、これが、まあ一番ええかなと、まあ僕自身は感じてますね。はい。ということでね、まあ今日は、今、九条浜海岸に来てましてね、ちょっとボケーと。しましたんでね、さっきのパソコンとの格闘ですね、のフラストレーション、ね、これが少し荒きましたね。はい、では以上です。